皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。日産180に当時用意されていたカラーはスーパーブラックやベルベットブルーをはじめ6色の落ち着いた色調が用意され、インテリアはグレー系一色となります。さらに輸出仕様の 240SX や 200SX では鮮やかなホットレッドにチャコールとシャンペンパールの2つのメタリックカラーが加わって、全部で9色のカラー展開がされていたようです。この中から今回はイエローイッシュシルバーをチョイスし仕上げていきます。使用した塗料はタミヤラッカー塗料からシャンパンゴールドをチョイス。この塗料をガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。続いて塗装前に遮光の調整をしていきます。仕様としては1ミリ下げのほんのりローダウンを目指して調整していきます。まずはリアから。リアはハブが取り付けられる箇所の位置を変えてあげるだけでローダウン可能。アームパーツ側にあるハブを固定する突起をカットし、紙ヤスリで鳴らします。ハブ側も固定ダボをカット。その後ハブを取り付ける位置を決めたら、プラ板をアームパーツ側ハブ固定部に貼り固定。塗装後一発で接着できるようにしておきます。続いてフロントですが、こちらも1ミリほどダウンしますので、サススプリング部分をカット。支柱がなくなりますので、1.5 ミリのピンバイスで支柱部分に穴を開け、1.5 ミリのアルミロッドをカットしたものを差し込み、支柱とします。ロアアームとサスパーツが組み込まれる箇所は、ローダウンしたことにより隙間ができてしまうので、1ミリのプラ板をカットしたものを接着し、取り付け穴を開け、かさ増ししておきます。シャシー側の刺す固定箇所は 1.5 ミリのアルミロッドがしっかり固定できるように、裏面からプラ板を貼り付け、1.5 ミリの穴を開けておきます。これでグラグラしないはず。遮光調整はこれで完了です。次に塗装前にシートの裏面を埋めていきます。レジン液で埋め、ブラックライトを照射し、しっかり固めたら、ペーパーヤスリで滑らかにし完了。次にエアブラシの塗装ですが、塗装の順番としては、下回りパーツの塗装やメタリックパーツの下地として、まずは一番量が多いブラック系。ブラック系は素材の違いをツヤあり、ツヤなしで塗り分けることで、よりリアルに。そして次にシルバーなどのメタリック系。続いてその他のカラーとなります。またメタリック系の塗装工程では素材の違いを演出するため、ブレーキディスクやマフラー触媒部分にはフラットアルミを吹き付け、さらにマフラーエキゾーストパイプ部にはクレオスのスーパーチタンを塗装し、その上から焼けの表現としてエキゾーストの湾曲部分にクリアオレンジを塗装しておきました。またインテリアですが、グレー系ということでセオリー通り明るい色から塗装を。タミヤのニュートラルグレーを塗装しベースを作っておきます。そしてマスキングをしつつダークグレーを重ねていきました。 3D で自作したホイールはノーマルのアルミホイールを目指したので、下地にブラックからのクロームシルバーを重ね、メッキではなくアルミポリッシュになるよう工夫してみました。続いてデカールの貼り付けです。デカールの貼り付けは説明書指定通りに行いましたが、リアバンパーには自作したデカールより日産の販売店シールを貼り付け、中古感ならぬリアルさを追い求めていきます。デカールの貼り付け時に気をつけていることは、まずデカールを破損させないこと。今回はそこまで傷んでいなかったので
そのまま進行しましたが、デカールの台紙を見てやばそうだなと感じた時はリキッドデカールフィルムを塗布した上で貼り付けを行っていきます。そしてデカールについた水分を綿棒と筆で吸収しながら空気も追い出しパーツになじませていきました。メーター部分はデカールを貼り付けたらレジン液とブラックライトを使用しパネルケースのサイレントデカールの保護をしておきます。次に筆を使用した塗り分けです。エアブラシでベースカラーであるニュートラルグレーを吹き捨ててあるパーツに対しセンターコンソールやセンターパネルの内側などアクリルのダークグレーを差し込んでいきます。ブレーキキャリパーにはメタリックグレーを塗装。ダッシュボードに戻りダークグレーが乾いたらセミグロスブラックをさらに内側の箇所やボタン類に塗装。次にエナメルシルバーを 0.4 ミリの真鍮線をカットしたものでオーディオ液晶部分やエアコン温度シール部分各スイッチの頭部分に対し色を入れていきます。続いてオーディオ液晶部分の先ほどシルバーを入れた箇所に対しクリアオレンジを重ね液晶を再現。エアコン温度シール部分にはレッドとブルーをそれぞれ差し込んでおきます。他にも 3D で自作したシートベルトバックルパーツではプッシュ部分に対しレッドを入れたりハザードスイッチにもレッドを入れておきました。差し色がいくつかあるだけで劇的にリアルになるインテリアの塗り分けですが、まだまだやってみたいことはたくさんあるので一つずつ模型に落とし込んでいこうと思っています。次に下回りの組み立てです。まずはリア周りから。アームパーツに対しデフパーツを組み込み接着、しっかり固定するように洗濯バサミで固定していきます。シャシーにはスプリングパーツを接着し、先ほどのアームパーツをシャシーに合体。こちらもまた洗濯バサミで固定しておきます。しっかりパーツが接着したらハブを取り付けていきます。ボディをかぶせた状態で取り付け位置を確認しながら接着していきました。続いてフロントです。リアともに車高の調整はすでに済んでいるのであとは取り付けていくだけ。サスパーツをシャシーに取り付けアームパーツで接着し固定です。こちらもしっかりパーツとパーツが固定するように洗濯バサミでロック。自作したホイールにはキット付属のタイヤを取り付けておきます。最後にインテリアの組み立てです。ショーケースからキットを見た時感動してもらえるようなインテリアを目指し組み立てていきます。まずはハンドル取り付けパーツには配給パーツのマイナスモールド 1mm を取り付けキーシリンダーの再現をしておきます。ハンドル、シフトノブ、サイドブレーキを接着したらリアのシェルフパネルを取り付け、次にシートベルトのバックルを接着していきます。フロントシートの脇、リアシートのセンターにそれぞれ接着。フロントシートに取り付けたバックルの余分な部分はカットしておきます。続いてインテリアのカーペットを再現。使用した素材はダイソーで購入できるフェルト生地よりダークグレーをチョイス。寸法を測りカットした上でセメダインハイグレード模型用接着剤で接着していきます。そしてセンターコンソール、フロントシート、ダッシュボードの順で組み立てたらシャシーとインテリアを合体。いよいよ車らしくなってきたところで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。